キャッチー生放送でお送りしています。続いてのコーナーはそれいいなと思う情報をお届けする水曜コーナー、それなー。はい、よろしくお願いいたします。早速今日のゲストをご紹介します。木名正吉さんと石原正史さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい、ねえ、さあということで、はい、石原正史さん沖縄市出身の演歌歌手なんですが、はい、木名さん、石原さんの良いところってどういうところですかね。まあ、まず、うん、演歌というものを土台に置きながら、はい、あらゆるジャンルに、ね、まあ、挑戦してる、うん、これいいですね、やっぱりね。あ、まあ、それからあの、うん、民謡も古典もよく知ってるしね。あ、それはもう演歌に縛られずにっていうところなんですかね。はい、ありとあらゆるジャンルに。はい、今のお言葉聞いて正史さんいかがですか。いやーもう本当に本当はもう言葉が出ないぐらいもありがたいんですけども、うん、とにかくもう僕の地元沖縄のスーパースターレジェンドの大先輩からですね、このようにお言葉いただいて、もう本当に夢にも思わなかった今日はもう思わぬ共演となってしまいました。お話にもありましたけれども、はい、正史さんは今や演歌に限らずさまざまなジャンルの曲に挑戦しているということで、うん、こちらの VTR ご覧ください。はい、My funny Valentine。 何ですかこのムード。Sweet coming Valentine。 20歳の、はい、記念バースデーライブ。そうです、20歳のもうバースデーライブですけど、ね、20歳ですよ。はぁ、すごいムーディーな会場ですけども、はい、石原さん、これなぜこの曲カバーすることになったんですか。はい、まずはこれあの、はい、会場がですね、あの東京銀座の銀座もう4丁目ど真ん中でございまして、でやっぱりもう20歳のバースデーライブと、はい、今まではもう歌謡曲ばっかりに結構こだわってきたんですけども、やっぱりこれを機にいろんないわゆるジャンルですね、はい、歌とかでまたこういう雰囲気ですから、なんか洋楽のナンバーから一つやってみたらどうかということで、ほうほうほう、じゃあもう奥よく聴かせていただくフランク・シナトラのこれマイ・ファニー・バレンタインというですね、超名曲なんですけども、もう満を持して歌わせていただきました。はあ、20歳でこのムード出せますか。ありがとうございます。なんかこのフレッシュな雰囲気プラス色気っていうのを感じてすごいなって感動してますけれども、木名さんは正史さんが歌う演歌以外の曲どうでしょう。そうだ、楽しみにしてるのは、私もね、もともと伝統音楽から出発して、うん、あらゆるジャンルに、まあ、挑戦をしているという、いうのかね、まあ、今後は何かいい作品をね共有できるんではないかなと思ってますね。ああ、そう、ちょっとなんか木名さんも石原さんに自分を重ね合わせてみたいなところもあったりするんですか。うん、僕は13歳に俳優さんが生まれてますからね、はい、彼も13歳でね読んでてるし、何か特に今の流れ、社会中を見ると大変でしょうか、かけてみたらね、はいはい、沖縄からそういう力を持ったね、うん、あの歌を歌える人、表現できる人が出てくる時期かなという、ちょうどこの時期にタイミングが合ってる。ああ、そうか、なんか縁みたいなものを感じてっていう、うんうん、ことですよね。もう本当に二十歳の方がこう活躍してるのって心強く感じたりしませんか。うんうん、あの意外と僕は直感が働くんですけど、ね、大きく大成します。正史さん嬉しいですね。もうずっと恐縮しっぱなしですよ。本当です、もう口が下がれないぐらい本当に嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいですよね、口角上がりの、はい、ありがとうございます。本当、はい、でそんな石原正史さんですが、11月にうるま市でコンサートも行われるということで、はい、ありがとうございます。もう沖縄で、約3、4年ぶりのですね、はい、コンサートになりますけれども、2024年、11月24日の日曜日ですね、うるま市民芸術劇場の、響きホールですね、大きいホールの方で、石原正史沖縄コンサートをお話しいただきます。はい、もう本当に久しぶりの地元での、また公演でございまして、もうとにかくやっぱり前とはまた違った、もう東京に出て1年半ぐらいになるんですけれども、うんうん、またある意味ではちょっと東京の感じが
いいシティボーイみたいな感じが見えたらというのとですね西田さん喋りもいいですよね、はい、なんかこのイントネーションがずっと沖縄市のイントネーションとか、まあ、そうシティボーイ言いながら喋りも言葉こんななんですけど、ねまあ、とにかくもう東京で成長したですね、はいまあ、歌ももちろんいろいろおしゃべりももしかしたら成長してるかもしれませんので、そういったところも地元の皆さんにですね改めて成長を 見守っていただいてですね、また今後も皆さん背中をしていただきたいなと、そういういろんな気持ちを込めたそういうコンサートになっています。ですね、そうか、ね、前回は10代だったということですもんね、はい、もうデビューした翌年のコンサートですので、もう16歳の時にやりました。もうそれから20歳になった石原正史少年をまた一つ背中を押していただきたいと思います。もちろん、まあ、石原さん単独で もう活躍されてますけども、はい、今後キナさんとのコラボもあるかもしれない。あ、どうですか、ね、何かやりたいよね。ぜひも、ぜひね、2人でこうステージに立っている姿見たいですね。もうひなさんと石原さんのコラボレーションがあるということで、はい、僕も歌は得意じゃないんですけど、何かモノマネっていうところで共演できたりしませんかね。なんかマイクは逃げないんですけど、ちょっとバットに行ってるんで、僕のバットを取らせてね、読んでくださいよね、何かあったら。はい、あ、本当ですか、うん、逆に松谷さんのステージにお二人を呼ぶっていう感じ。そうですね、それだと僕、はい、登場曲歌っていただいたりとか、何かパフォーマンスの時にいいんですかね。ぜひよろしくお願いします。ぜひね、そのコラボも見たいですけどね。ひなさん、大谷翔平も、よく見てるっていうことを伺ってますんで、はい、そうだね、大谷翔平ね、もう見逃さずずっと見ているというかね。そのいつも応援ありがとうございます。いやいや、あったじゃない、あったじゃないです。昨日見れなくて非常にね、はい、ね、今日見れて、ね、コラボも楽しみにしております。そうですね、ジャンル幅広くご挑戦するという共通点もありますけれども、はい、はい、ということで皆さんもぜひ応援していただければと思います、はい、今日のゲスト喜納翔吉さん、石原正史さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。